公共曲第3番二丁調作品33はアレクサンドル・グラズノフが1890年に作曲した公共曲である。同年12月にアナトリー・リャードフの式で初演され、1892年にライプツヒノ・ベリア・エフ学府出版社により出版された。作品はピョートル・チャイコフスキーに検定された。最初期の創高は1883年にまで。 遡るが、ロシア5人組の創作を鼓舞した国民学派様式から離れて、自らが普遍的と感じた学識や気分、主題を反映させようと試みた大形式の作品における最初の突破口の一例である。このような試みは、より小規模な作品、例えばチャイコフスキーに劇称された、還元学のための助上師のような作品や、ヒカ、 英雄の強国といった作品では探求していたが、ロシア5人組が報じた規範から離れた芸術の枠組みにたどり着くことができた最大の作品が公共局第3番だったのである。チャイコフスキーの影響は明瞭であり、とりわけ作品中の叙情的なエピソードに認めることができる。1924年にグラズノフはチャイコフスキーを改装して次のように述べた。 フルート3、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ1、ティンパ2、打楽器群、弦楽5部、以下の4楽章よりなる、アレグロ、スケルツォ、ビバーチアンダンテ、修学章、アレグロモデラート。ありがとうございます。